あ、ひりおさん。はい。フェスやってきますね。フェスやってきますか？フェス、久しぶりのフェスやってくるよ。え、そうなの？うん。なんか久しぶりだからフェスのやり方忘れちゃったんだけど。え、なんで？何話してたっけ、俺たち。え、僕ちゃんは、うん、フェスのチームは何にするかみたいなやつ。あ、うなちゃんはフェスのチームは何にするかみたいなやつ。ああ、答えだそれ、ありがとう。なんかボケるのかなと思って言ったんだけど普通に答えを言われてびっくりした。だって僕真面目だもん。真面目のひでおさんなのか今日。そうだよ。じゃあ今回もお願いしていい？何を？フェスのお題。あ、いいです。休みの日は？え、なになになに？3つ。フェスのお題を、はい、答えてください。3つ。休みの日は何するか。3つ。はい、じゃあ休みの日は何するかということで。うん。じゃあ行くよ。いいよ。1個目。ゲーム。ゲーム。お絵かき。2、お絵かき。カラオケ。3、カラオケ。はい。全部ひりおさんのやりたいことですね。だって休みの日は何するって言ったから。いや、休みの日は家族で過ごすか、はい、友達とみんなでワイワイ過ごすか、はい、一人で過ごすかっていう3択なんよ。だって、うろちゃんが休みの日何するかって聞いたんだよ。で、そのお題は、休みの日は、誰と過ごすみたいなやつだよ、確か。あれ、そうだっけ？わかんない。あれそうだ。俺がまずお題間違ってたから。確認しましょう。間違えてたわ。確認は大事だよ。合ってたわ。合ってたわ。合ってたけど、ひれおさん自分の願望しか言ってない。確かに。あれ？じゃあこれでいいのか？ダメだよ。え？何するの、ひれおさん。僕は、ゲーム。え？